こんにちは、どうも中村健太郎です。本日3月22日は、僕ら夫婦の入籍記念日ということでいいですか。結婚、はい、入籍記念日です。まあ連休ね、3連休ずっと奥様と一緒にいて、いろいろお寿司食べに行ったりとかしたんですけど、今日は入籍記念日ということで人吉にお出かけをして、ご飯を食べていきたいなというふうに思います。よろしいですか。はい、はい、ついでにおばあちゃんのお墓参りとかもねできたら、しに行こうかなと思っておりますので行ってきます。インターネットレディオグッドエアドコン熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 GO! 今回の結婚記念日、行くのは一度も行ったことないんですけれども、やっぱり人吉といえばというか、ずっと一度行ってみたかった庶民のお味、庶民のお味でいいのかな、和食のサンレープでございます。はい、こちらに今日は初めて行ってみようということでね、奥さん、ステーキ書いてあるね。いや謎のパンダ、てか駐車場広いし、なんだあの櫓はあの櫓は何なんだ。車いっぱいだね。ちょっと人気店だね。予約なしで入れるかちょっと心配ですけど、行ってみます。なんだろうね、あの櫓は一体湧き水かな、出てないけど、なぜかパンダがお出迎えしてるし、見てください、ステーキ祭りです。やばいね、モノコおはぎとか売ってる。あらだけの真空カップあるって。おお、ちゃんと出してある。てか高そうね。すげえ、なんか超でかい提灯ある。めちゃめちゃすげえ。ドリンクバー無料、熱いね。何これ、コスパ良すぎじゃね。安っ。すげえな、意味わかんない。ステーキに釜飯ついて、なんかいろいろついて1500円とかだもん。安っ。うわー、安いな。ボリュームがすごい。ステーキ祭り中で、おー、塩レモン尽くしとか、なんかすげえね。サババッテラ寿司なにこれ、これすげえな。とんでもない、とんでもない丼発見した。見たことね。安っ。いや、ちょっと気づいてやばいよこれ。見て、釜飯、五目釜飯と鯛釜飯があるんだ。なるほど、釜飯も食いたいね。これ、この釜飯と荒炊き膳、ちょっとお前釜飯食えるし。で、結婚記念日だから今日奥さんはこのスペシャル膳ということで行きましょう。いいですか。すいません、スペシャル膳と、はい、わさび入れてもいいですか。わさび入れていい、はい、あ、はい、はい、お願いします。はい、それと、釜飯と荒炊き膳。はい、釜飯が選べます。五目か鯛飯、はい、じゃあ鯛で。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、お前鯛食えた。あ、五目の方でいい、わかりました、いいですよ。はい、五目釜飯荒炊き膳、はい、はい、とスペシャル膳、はい、はい、ドリンクバーついてます。お取りください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回結婚記念日なんで、ええやつ頼んだんですけど、ランチ
ランチやばいねこれ。すごいよボリュームが。いやまあ俺は別にいいんだけど、中華もあるし。え、ちょ待って、麻婆定食とかめちゃくちゃ安いね。へー、すごい。俺今度から熊本で仕事あったらここで飯食おう。いやーランチ安っ、最高やん。ご飯おかわり自由なの。もう結構ちゃんとしたドリンクバーだ。これじゃあ奥さん、カルピスでお願いします。ホットコーヒーとかアイスコーヒーもいただく。おお、至れり尽くせりですな。すげえ、イケスとかあるやん。めっちゃ太陽泳いでる。すげえ。うわ、これは新鮮だわ。すげえ、宴会スペースも広いし、個室もあるんだ。はい、ちょっと これ越しに結婚記念日乾杯。うわ、すげえ、もう来てるじゃん。めちゃくちゃ早い。すげえな。こんなでかいの全然。ステーキに、天ぷらに、湯気です。湯気で曇りよる。これがお刺身。すげえな。じゃあこっち俺の方でまず茶碗蒸しでしょ。それからあらだきで釜飯。うわ、うまそう。やばいね。よいしょ、よいしょ。お味噌汁豪華です。いただきます。じゃあ味噌汁交換ですね。奥さん火が通ってる魚食えないので。よいしょ、味噌汁はいただきます。じゃあ味噌汁交換ですね。奥さん火が通ってる魚食えないので。よいしょ、味噌汁はいただきます。よっしゃ、いただきます。これすげえな。あ、うまやっば、マジでうまい。荒滝さんはうわうまっ。荒滝もくれんの。ありがとうございます。火の通った魚が食えない女。うまっ、やば、うまっ。テンション上がるわ。うわ、しかも俺らが好きな一味がちゃんと用意されてる。釜飯を混ぜるか。へい。おこげとかないけど、このまま食えるわ。釜飯。うお、ちょっと釜飯いただきます。あ、うまっ。いや、めっちゃ早く出てきたの。めっちゃ味しみてる。うまっ。めっちゃ具だくさんやし。うん、うまかば。これうまか。美味しいですか。美味しいです。ステーキも食べてみて。
どうぞ、うん、うまい、おいしい、うまいかい、うん、すごいね、大辛いステーキ、天ぷらだもん、お寿司どうなの、身がプリプリ、身がプリプリなんかいくつかのテーブルだけタブレット置いてある、なんでだろう、大体呼び出す形なんだね、お腹いっぱい、はい、2人とも全部食べてしまいました、本当お腹いっぱい、いかがでしたか、サンループ始めてきましたけど満腹です、満腹だね、満腹でうまかったけど、あの外れなく全部美味しかったですね、うん、荒炊きもうまかったし釜飯もうまかったし、お刺身とかのプリプリ感はやばいね、うん、本当に新鮮なお魚、天ぷらもさレベル高くなかった、うん、サクサクしててね、ほんとそれで肉も食えると、うん、まあでもあの人吉って山の中の盆地なので普段普通魚が手に入りにくかったりするんですけど、美味しい魚を提供してくれる貴重な、本当に貴重なお店ってことで、メニューも結構豊富だったね、うん、めっちゃ昔からあるイメージなんですけど、やっぱみんながここに来る理由がすごくわかるっていうか、コスパ最強です、あの懐石料理なんかもあります、懐石料理とかさ5000円とかからしかないって、うん、3000円からあるらしいけどね、いやすごいなと思いました、正直私のお弁当とかね、うん、なんかこれからいろいろお付き合いがあるお店だなとちなみにあの人吉には、蓬莱茶屋っていう美味しいっていう噂のお店と、それから僕らがよく行く月のうさぎだっけ、あ、月の明かりっていうしゃぶしゃぶ屋さんがあるんですけど、実は、そこを経営してるのはこのサンループということもありまして、あの大満足なお店でございました、結婚記念日の思い出としては大変よろしいお昼ご飯を食べることができましたんで、皆さんもよかったらこちらまで来てみてはいかがでしょうか、ごちそうさまでした、 Thank you for your listening Good Air DokkoStay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています、観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です、お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ、原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください、お待ちしております、詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします、お相手は中村健太郎でした、また次回よろしく、バイバイバイ。